道山の前に現れ、アシナ・アオイと名乗る少年。道山に対してアオイは自身の父であるというが、道山は逃げ出し、アオイはその道山を追う。魔界に降臨する阿部の生命と戦う。末高草が現れ、生命に戦いを挑もうとするが、平が生命に手を貸す。さらに鶴姫と安成が現れ、高草に襲いかかる。高草は加藤壇蔵と風魔小太郎を召喚し、鶴姫と越智安成対加藤壇蔵と風魔小太郎の戦いが始まる。加藤壇蔵は望月千代女を召喚し、鶴姫は加藤壇蔵に敗れて死ぬ。高草は風魔小太郎に対して鶴姫の血を吸って黒魔術化させようと命じるが、小太郎は命令を無視し、その場を去るのである。末高草は霊勢高豊を召喚し、さらに生命たちに攻勢をかけようとする。そこに俵の淘汰と大堀安塚が現れる。淘汰は平良に前田刑事を召喚させ仲間になれと誘うが、刑事はその申し出を断る。すると淘汰は高房に持ちかけ、霊勢高豊と前田刑事の戦いを奪魂の儀式として行うことになる。前田刑事のピンチに道満が藤原の住友を召喚すると、住友は淘汰に襲いかかり、道満は二人を消してしまう。戦いは前田刑事が霊勢高豊を倒し勝利し、霊勢の魂を奪い去る。その気に乗じて平良が高房を倒そうとするが、謎の宣教師が現れ高房を救う。その頃、木戸丸は兄であるジライアと会う。魔界には木戸丸とジライアの力が必要だと道満が語ると、住友と東田が激しい戦いをしながら現れ、平と生命は二人の戦いを止めるのである。一方、高房は軍旗を破った風魔小太郎に対し罰を与えるという、久喜義隆と風魔小太郎に奪魂の儀式を命じ、小太郎は久喜を追い込むが、黒魔術軍総出での攻撃にさらされ、そこに現れる平良を御魔封じ、ネオカナで風魔小太郎に力を与える。小太郎はたった一人で黒魔術軍全員と戦い、あと一息で勝利というところで謎の宣教師が再び現れ、ついに力尽きようとした時、生命とジライアが小太郎を救い出すのであった。